はい、お世話になります。小栗おいて、小栗健一です。いや、今朝ですね、犬と遊んでてね、ここを噛まれたんですよ。まあ、そんなわけでちょっとお見苦しい感じになってしまってるんですけれども、申し訳ございません。まあ、それはさておいてですね、前回の動画とその前のライブの時にちょろっと話をしたんですけれども、視聴者様からジーンズを1本いただきました。はい、それがこちら、じゃん、キャントンのジーンズです。今回はこのいただいたジーンズを見ながら、日本で初めてジーンズを作ったと言われているキャントンについて紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでこのアイテムなんですが、小栗洋品店 TV に毎回コメントをくださるパルパティーン黒さんという方がね、送ってくださいました。当初は僕が履いてもいいし、小島のパタンナーの河原大先生に、まあ、解体するアイテムとしてね、あげてもいいですよっていうことだったんですけれども、これ履いたらね、本当によくって、まあ、サイズとかバッチリでね、でもこれはもうあげられませんと、僕が履きますということでいただきました。ありがとうございます。というわけで、いい機会なので、キャントンっていうブランドについてね、その歴史をちょっとね、ちゃんと調べてみたんですよ。そしたらね、結構面白いことがね、いくつか分かったのでね、紹介していきたいと思います。で、キャントンの歴史なんですけど、ざっくり分けていくと、まず、前期キャントンがあって、で、ビッグストーンがあります。で、その後、後期キャントンがあって、新生キャントンがある、みたいな感じになってます。で、この分け方っていうのは僕が今勝手に作っていってることなので、例えば後期キャントン、とか新生キャントンっていう風に調べても、まあ、出てこないと思うのでね、形式上今そうやって言ってるということでご了承ください。で、その歴史なんですけれども、まず1951年に大石哲夫っていう人が大石貿易という会社を起こします。で、その大石貿易っていうのはリーバイスを中心とした中古衣料を輸入してそれを販売していました。で、その時代は衣料品の輸入っていうのが禁止されてたらしくって、じゃあボロ布っていう形で輸入してきて、それを直して販売するっていう形を取ってたようなんですよ。で、その中古衣料の中にはジーンズが入っていて、そのジーンズっていうのがね、飛ぶように売れてたらしいんですよ。で、その後1957年舶来衣料輸入自由化、外国から服を輸入してもいいですよっていう風になったんですよね。で、そこで大石貿易はリーバイスを中心に新品を輸入して売るようになります。だけど、それがなかなか売れなかったんですよね。というのも、新品のジーンズって僕ら好きで履くけど、まず洗って縮めて履くじゃないですか。でもそんなの当時の人は分からなくって、新品のジーンズ買ったけどもうごわついて履けれないから洗ってみたけどものすごい縮んだぞとか、色移りものすごいしたぞとか、まあそういったクレームが多かったみたいなんですよね。そこで大石貿易は一度洗いをかけて販売することで売り上げを伸ばしていったそうです。なるほど。そしてその6年後、1963年についに繊維生地輸入の自由化になりました。つまり今まで生地を輸入しちゃいけなかったのが、もう自由に輸入してくださいっていうことになったんですよね。そこで大石貿易、大石哲夫さんは当時日本でデニムは作られていなかったので、アメリカのデニムを輸入して日本でジーンズを作ってそれを売ろうということで動き出しました。もともとリーバイスを輸入して販売していたので、じゃあリーバイスと同じデニムを使いたいということで、コーンミルズのデニムを仕入れようとするんですが、コーンミルズさんから断られてですね、その当時リーバイスと独占契約みたいな形になっていたらしく、まあそれもあるし、もうそんなにね、日本なんかにデニムは売れないみたいな、ね、今後どうなるかわからんような、まあ、そんなちっちゃいマーケットにデニムは下ろせませんみたいな感じで多分言われたんだと思うんですよね。とりあえず断られてしまったんですよね。そこでコーンミルズに似た風合いのデニムを探し求めて、その結果キャントンミルズのデニムに行き着きます。で、キャントンミルズと契約することができた大石貿易は10ヶ月の試作期間を経て、やっとオリジナルのキャントンジーンズを売り出します。協力工場をフル回転させて生産したんですが、このキャントンジーンズ全然売れなかったんですよね。というのも、新品の輸入ジーンズがゴワゴワして売り上げが悪かったのと同じように、新品のキャントンもね、ゴワゴワして履けなかったと。で、その経験があるので、キャントンはじゃあ洗いをかけて売り出そうということで売ったら、これが爆発的にヒットしました。その結果、翌年1964年にはもう全国的なブランドへと成長します。で、当時キャントンは
作業服をメインに作っていた群馬や埼玉の協力工場で生産されていたんですけれども、それじゃもう生産が間に合わないということで、分厚いジーンズを縫うことができる工場を探します。そこでたどり着いたのが倉敷市児島の尾崎三兄弟の長男が営む丸尾被服です。丸尾被服は、ちょっと調べた感じだと輸入したジーンズを直して売ったりとか、あと作業着とか学生服、そんなのを作ってた工場さんみたいですね。でここが面白いんですけど、丸尾被服はその生産だけを委託されたんじゃなくって、販売も委託されてたそうです。箱根から西は丸尾被服が生産と販売を請け負うという契約があったそうです。これって結構特殊なことというか、面白いことだと思うんですよね。というのも、丸尾被服はそもそもジーンズとか縫ってない。だからジーンズの縫い方っていうのをキャントンはその丸尾被服に教えたわけですよ。だから西はこういうの使いなさいとかっていう支援もしただろうし、縫い方はこうですよとか、そういうことも教えた。でしかも、販売も委託するっていうこと、そのどうやって売るんですよっていうようなノウハウもね、全部丸尾被服に教えたわけです。それって結構特殊、なんか面白いなとは思うんですけれども、OEC 貿易としては全てのノウハウをね共有することで、その繊維産業っていうのが潤ったらいいんじゃないかっていう考えだったみたいなんですよね。そんなわけでキャントンが火付け役になって、国産ジーンズの市場っていうのも急拡大したんですよね。で先ほど出てきた尾崎三兄弟の長男が丸尾被服を営んでました。次男と三男は山尾被服っていう工場を営んでたそうなんですけれども、キャントンの生産が追いつかないということで、その山尾被服も生産を請け負うようになるんですよね。でジーンズが生産されました。じゃあその新品のジーンズゴワゴワして売れません。じゃあ洗い加工をしなきゃいけません。というわけで、もともとその地場にあった染色工場とかクリーニング工場っていうのがジーンズの洗い加工を担うようになっていくんですよね。そんな感じでこのジーンズ産業っていうのが倉敷市児島界隈で急拡大していくわけなんですよ。もう生産バンバン作れ作れっていうことで、1966年、キャントンのジーンズは年産10万本を達成していたみたいです。それすごいですよね。じゃあ、今キャントンの仕事をもらって縫ってるんだけど、こんだけジーンズ売れるんだったら、うちジーンズ作れるし、なんなら販売もできるし、販売委託とかじゃなくても自分のところでブランド作ってやっちゃった方がいいんじゃないって思い出すわけですよ。ということで1967年、丸尾被服はキャントンのジーンズを生産する傍らでビッグジョンブランドをスタートさせます。そしてその数年後、山尾被服はボブソンをスタートさせます。そして両者は瞬く合間にもう全国的なブランドに成長していきます。そしてこの成功を横目に見ていた児島の学生服の工場さんは、我も我もとジーンズのファクトリーブランドを立ち上げて、ジーンズバブルが到来するわけですね。なるほどね。もう当時は作れば作るほど売れたみたいで、なんか従業員のボーナスは封筒がこう立つほどあったみたいなことをね、児島会話ではよく聞きますね。そんなジーンズバブルが発生したために、キャントンは生産が追いつかなくなるんですよね。というのも、児島の工場さん、自分とこのブランドを作るので結構手一杯になってしまって、キャントンのものが作れないみたいな感じになってしまうんですよ。そこでキャントンは宮城に東北ビッグストーンという工場を設立します。で宮城に作った理由っていうのは、当時東北の方で工場の誘致が盛んに行われてたみたいなんですよね。そういった経緯があって宮城に設立したそうです。キャントンのブランド設立が1963年なので、もうほんと数年間で急成長を遂げたわけなんですけどもね、そんな中1968年にある事件が起きます。アメリカのキャントンミルズ社から訴えられたんですよね。というのも、大石貿易はキャントンっていうブランド名をキャントンミルズに内緒というか、無断で使ってたんですよね。で、初めはもうキャントンミルズもいいかということで、日本というちっちゃい国のちっちゃい市場でやっていくんだから、いいかということでね、甘く見ていたみたいなんですけどね、もう年産10万本とかさ、すげえ売れるじゃんっていう風になったんですよ。で、キャントンのデニムって、これ、キャントンのGジャンなんですけど、こういう感じで、ここね、デニムにキャントンっていうスタンプが入ってるんですよね。じゃあキ
タントンミルズとしてはこの日本の市場を見逃せないぞと。で、違うブランドさん、違う会社にもキャントンミルズ我が社のデニムを売りたい、でもそのデニムにキャントンって書いてるじゃんみたいな、なんか違うブランド、例えばまあ分かりやすく言うとビッグジョン、ボブソンのジーンズに裏ひっくり返してみたらキャントンって書いてるよ、どういうことって買った方はなりますよね。あれキャントンってあの大石坊駅のあそこのジーンズのキャントンじゃなかったっけみたいな。というわけでキャントンっていう名前勝手に使うなっていうことでアメリカのキャントンミルズから訴えられたんですね。で、その裁判っていうのは大石坊駅勝ちました。で、勝ったからにはそのキャントンっていうブランド名使っていけばよかったんですけど、もうそのブランド名には未練はないと別にキャントンミルズのデニムにも未練はないみたいな感じでキャントンとの取引をそこで終了して、キャントンの名前をビッグストーンに変えます。まあ、ここまでが前期キャントンの話でした。うん。で、ビッグストーンになってからは、まあ、念願だったリーバイスと同じコーンミルズの生地を使うようになるんですけど、そもそも初めにコーンミルズさんには契約断られてますよね。うん、なんだけどビッグジョンは当初コーンミルズの生地使ってるんですよ。だからキャントンの成功を目の当たりにしてコーンミルズ、あれ日本にデニム売ったら結構売れるんじゃねってなって、でビッグジョンにデニムを下ろすようになった。じゃあその流れでキャントンもコーンミルズのデニム使えるようになったっていうような経緯があるんじゃないのかなと僕は思っております。というわけでキャントンからビッグストーンというブランドに変わって、まあ、デニムもそのタイミングでコーンミルズに変わったということになっております。で、ちなみになんですけど、たまにキャントン X ウエストっていうブランドを見ると思うんですよ。で、このキャントン X ウエスト、まあ、X ウエストキャントンって書いてるんだけど、これ大石坊駅のキャントンとは全くの別物なんですよね。ただジーンズ裏返すと裏側にキャントンっていうスタンプは多分入ってると思うんですよ。つまりキャントンのデニムを使った X ウエストっていうブランドのジーンズです。で、このブランドだから多分キャントンがビッグストーンに変わってそっから生まれたブランドだと思うんですよね。ちなみになんていう会社がその X ウエストっていうブランドやってたのかっていうのよくわかんないんだけど、と調べた感じだと大阪の滝本っていう学生服か作業服か、まあそういうのを扱っていた会社が作っていたのか、まあ販売していた、まあブランドとしてやっていたのかっていうのはちょっと定かではないんですが、関係していたみたいです。ここはもう本当に詳細よくわからなくて申し訳ございませんが、キャントンと X ウエストっていうのはもう全く別物のブランドだっていうことは理解していただきたいなと思います。はい、そんなわけで、まあ、前期キャントンが終わってビッグストーンに移り変わりました。で、ビッグストーン改名の影響っていうのも本当になくって、東北ビッグストーンは250名の社員を抱える大工場に発展していきます。で、さらに続いて秋田にも自社工場を設立、日産5000本を超える自社で生産できる体制を整えた、もう日本を代表するブランドに成長していきます。日産5000本を自社で作れるっていう、すごいですよね。1972年頃には日本でのジーンズ月産200万本、その中の2割をビッグストーンが占めていたそうです。いや、これすごいですよね。2割っていうことは40万本ですからね。月に40万本売ってたんですよ。すごいことですよね。いや、本当にすごいと思います。なんだけど、次第にビッグストーンの人気が落ちていくんですよね。というのもジーンズバブルありましたよね。その時にいろんなブランドがこう生まれてきたんですよ。じゃあ先頭を走ってたビッグストーンなんですけど、ちょっとずつちょっとずつ売り上げが落ちていって、新しいブランドの背中を追うようになっていく。で、1975年、突如としてオイルショックが発生します。オイルショックってちょっとピンとこないんですけど、とりあえずなんかもう物価がものすごい上がったらしいんですよね。で、そのジーンズバブルっていうのも謳歌していた取引先倒産で、売りかけの回収とかもできないような状態で、そんな状態でも自社で日産5000本を作る体制っていうのはそのままあるので、日産5000本がもう日々上がってくるんですね。じゃあそれをどうしようかってなるんですよ。じゃあこれ安くてもいいから、とりあえず売ろう、お金にしようっていうような動きになっていったんですが、そうなるとそのビッグストーンっていうブランドの価値っていうのがドーンと
下がってしまったそうなんですよね。そんなわけで1980年代を目前にしてビッグストーンっていうブランドは消滅してしまいました。はい、だから1963年に誕生して5年後ビッグストーンになって、そっから10年ぐらいでブランドは終わった。だからトータル15年ぐらいのブランドだったんですよね。だから今回いただいたジーンズっていうのは1963年から1968年までの間に作られたものっていうことになります。まあだから60年代のアイテムってことですよね。まあそんなことで1970年代後半ぐらいにね、ビッグストーンっていうブランドは終わってしまうんですけれども、大石貿易自体はずっと続いてたみたいですよ。で、今回このメイドインジャパン日本のジーンズっていう雑誌を参考にしたんですが、この本によるとビッグストーンが終わって何年かした後、1984年にキャントンは復活を果たします。これが後期キャントンですね。で、まあ、そうなってくるとあの時の裁判の影響どうだったのみたいな感じになりますよね。裁判で勝ったから別にキャントンっていう商標を使っていいっていうことになってで、キャントンブランド復活したのか、それともちょっと調べた感じだとキャントンミルズって1981年に倒産してるみたいなんですよね。まあそこの関係でキャントンを使えるようになって84年からキャントンを復活させたのかなと思うんですけど、とりあえず後期キャントンをここからスタートします。で、この後期キャントンっていうのは94年頃にはヴィンテージラインっていうのをねやっていたみたいです。で、その後2003年に豊島株式会社っていう大手繊維商社さんがキャントンの商標権を取得しました。で、これがキャントンオーバーオールズっていうブランドになります。これが新生キャントンっていうことなんですね。で、この新生キャントン、キャントンオーバーオールズは今も活動されているそうです。はい、まあ、というのがねキャントンの歴史となっております。ではこのジーンズのディテールをちょっと見ていきたいんですけれども、はやっぱりリーバイスをお手本にしてるっていうことだと思うんですよね。まあ、年代としては 501WX であったりとか、ジッパーフライなんで 501ZWX、 それが 551ZWX とか。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回ね、キャントンの歴史を調べてみて、本当にね、このキャントンが日本のジーンズに与えた影響たるやって思いましたね。というのも、キャントンが小島の丸尾被服に仕事を振らなかったら、今のその小島のジーンズ産業っていうのはないかもしれなかったわけですよ。で、しかも、東北ビッグストーンって出てきましたよね。東北の方で、まあ、自社の工場をいくつも建てて営業してたみたいなんだけど、その工場は今でも営業したりしてて、それをエドウィンが引き継いだりとかね。なんかそんな感じで、その存在が未だ見え隠れするってなんかすごいことだなと思って。この日本のジーンズのレベル高いよって全世界的に言われているわけなんだけど、その礎を築いたのが、このキャントンっていうブランドで大石貿易、大石鉄道さんっていう方だったんだなと知ることができました。こんな素晴らしいジーンズ送ってくださって、こんな素晴らしい機会を与えてくださったパルパティーンクロさん、改めてありがとうございました。というわけで今回もご視聴ありがとうございます。オリオンにて小栗健二でした。ほいたら。